えー、こんばんばは、えー、今日はもう寝ますお茶を飲んで、えー、寝,るよ寝るようにしてますも、えー、いろいろとねブログの調整とかだいたいできたあの高知県会議員選挙に臨んでっていうような状況に、えー、なったま,ままだったんですね 東京の世田谷区議会議員選挙の応援に飛び出ていったもんであの高知県会議員選挙に挑戦してますっていう時のままブログがいろいろと変わってなかったんでねまあうんちょっとずつ文言を調整してます。 結構ね、手間がかかるんですね、ブログっていうのも。今んとここの一枚の葉っぱのやつが気に入ってますけど、ずーっとね、6年ぐらいあの、OCN のブログで、ほとんどデザインを変えずに私はやってきたんですけど、その OCN のブログ全体が閉鎖しちゃったんで、このグー、グーブ、グーブログの方に引っ越してきて、まあ、 いくつかやったけど、今のところこの1枚の葉っぱのやつが落ち着いてるんですけどもね。うん。まあ、県会議員選挙の敗北を機に、いろいろと仕切り直しですから、ちょっと変えるかもしれませんけどね。ちょっとグーブログ、これ決定的にダメなのはですね、私のあの、この、マチカフェ TV を直接載せられないんですね。 だから、それはちょっと、マチカフェ TV ブログとしては、欠陥だろう、致命的欠陥だろうということで、YouTube に加工すると載せることができるんですけど、まあ、それをね、YouTube のやつを載せていきゃいいんだけどね、こうやって、野の花さんが非常によくブログアップしてくれてるんで、 まあその辺りをどう調整していくかだなと思ってますけどもねはいブログランキングは6位まで下がっておりますまあ頑張って書いていきたいと思います皆さんも応援してください、えー、ライブはね大体いい1日1000人のというアクセスが総視聴者数で1000人っていうのが出てたんですけど ちょっと最近減ってますね、はい。頑張ります。で、Facebook。Facebook は割と最近私自身がハマってるんでね、よく見てます。今日もね、いろんな写真をアップしました。この Facebook とライブ配信とブログね。 野、えー、の,の花さんが協力してくれるこの YouTube だからブログランキングがあって、まあ、結構配信,配信力ハマればいい発信力あここをバランスを取ってやっていきたいですよねやっぱりこういうこうバランスを取れた配信っていうのはあんまり見れないんで。 これ長く続けてると徐々にもっともっといい感じにまとまってくると思うんでね。やっていきたいと思います。えー、っと、スナズキンさんこんばんは、えー。カトチャップをお,お疲れ様です。カトチャップ、やっぱり歌とギターがうまいね、えー。歌とギターはカトチャップに任せて、えー、私は寝ることにします。まあ、ようやく 今日は、あの、選挙が終わって、えー、ブログの更新もできたし、今日一日ね、ブログの更新もしてるし、えー、Facebook の記事にも写真も上げて、えー、動画も、これで3本目、短いの3本ですけど、まあまあ、なんとか、落ち着いてきたなと。高知県の選挙管理委員会に対する書類も出したし、えー、ちょっと落ち着きました。 で大阪でね、支援者の方に、えー、宿も提供してもらってるんで、えー、そういう意味でも落ち着いております。ありがとうございます。まあ、あと、皆さん、次のみのブッシュワーの居酒屋、ブッシュワー料金でも振り込んでやってください。お願いします。まあ、元気でやってますんでね。はい。 え今日はもうお酒抜きでお茶を飲みながらいろいろ考え持って寝ますじゃあ皆さんおやすみなさい今日はね短い放送3本でしたけどまあ徐々に徐々にまたあのニュース解説とか入れていきますありがとうございますじゃあおやすみなさい大阪ですおやすみなさい